はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はついに戦闘力が100万突破、おめでとう自分。はい、ということで今回戦闘力100万ね、ついに突破できたので、最近のね、近況、それから装備等も含めて紹介したいなと思います。はい、ということで、まあ、近況といっても昨日アップした動画見てくれたね、方ならわかると思うんですけど、僕と僕のキングダム、ライムキングダムっていうのがね、昨日まで羅針盤座にあったんですけど、移転しました。サーバー変更して、今ね、乙女座にいるんですよ、私。乙女座の、で、キングダムの名前も変えました、今回。サーバー移転とともにね、新規一転。今まで、ライムキングダムっていうことで名乗っていたんですが、ファンタズミックという、ね、新たな名前に変えて、ここ乙女座にいるということです。はい、ということでね、まあまだね合流してないメンバーもいるんですが、基本的には羅針盤座にいた頃と変わらないメンバーで、まあ、キングダム丸々お引越しという形で来ました。なので、改めてね、レベル1から、育てていく必要はあるんですけど、メンバーは募集しています、乙女座で。まあこれからね、サーバー移転乙女座に行きたいっていう方とか、まあ羅針盤座とかで入れなかったけど、これを機に、僕のね、このキングダム新しいファンタズミックに入りたいっていう方はね、ぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。で、あと僕のねツイッター等でも、まあ、リプでもね、DM でもいいので、まあ、何かしらの反応をくれれば全然反応できますし、で、あと、メンバーについては、ツイッターでね、グループチャットみたいなところで、まあ、お話しして、情報交換等もしておりますので、まあ、ご興味ある方はぜひね、YouTube のコメントとかでももちろんいいし、あと実際にね、ゲーム内で、ささやきとか、そういったところでもいいと思いますので、まあ、あれだね、なんだろう、乙女座以外のサーバーに今いて悩んでる方はね、ツイッターの方まで、直接ね、リプなり DM してくれれば対応できるので、ぜひね、皆さん、ファンタズミックをよろしくお願いします。はい。というような感じですね、近況はね。で、装備早速見ていきましょう。まず、武器と防具から見ていこう。まあ、こんな感じです。今の僕のね、一番戦闘力上がる装備こんな感じになってて、だいぶもう武器がね、育ってきました。今、星4の、この貴族星のディバインスピアが今、貫突して、今、プラス22というところになってます。で、あと、ガーディアンスピア。これももう急突で、そろそろ貫突が見えてきたかなというところですね。で、それから闇のデビルスピア、これも7凸というところで結構進みました。で、その他の星4武器についても、まあ、チャンピオンスピアとかはこの間と変わんないかな、5凸で、光の武器だね、光の武器のヒーロースピアも今4凸目というところですね。まあその他に関しては、武器と防具については星1から、星3まではすべてとりあえず貫突させました。前回の動画あたりで、まだね、サボってて、そんなに貫突させてなかったよっていう話をした気がするんだけど、もう腹決めて全部とりあえず貫突させて、コレクター報酬とは全てゲットした状態にまで一応持ってきましたね。はい、防具についても全てのね、星1から星3までの防具は貫突させてきました。はい、防具はね、全体的にね、まだ全然育ってないかなっていう感じかな。うん、プラチナアーマー3凸で、ゼストグローブ5凸で、あとね、これ育てたいんだけどね、バウンティーブーツね、バウンティーブーツは2凸なんですよ。で、腕もね、ゼストグローブじゃなくて、まあ、バーサーカーグローブの方が絶対強いので、こっちに乗り換えたいんだけど、まあ全然まだ3凸で育ってないよというところかな。はい、で、相変わらずですが、背景武器防具に関しては未だにこのイモータルヘルムのみ装備しないけど、なんで、まあ本当背景運は最悪ですね、悪すぎというところ。あとアクセサリーに関してもアクセも落ちないね、まあ落ちない。サレンタアベンジャーが今3凸で、まあなんか星4育ててるんですけど、アバトワールが1凸で、ボルネークーリングも1凸と、全くだね
アクセ弱いんですよね。アクセが弱いライムということで。はい。まあ、その他も一応アイテムね、チラ見程度に見ていきましょう。キングダムメンバーでね、アイテム欄も見たいっていう、奇特な人がいるんで。はい。アイテム欄一応こんな感じになっております。まあ、これを見て、何なのかっていうところは、あとあれだね、この特産物とかに関しても、まあ、なんかね、取っといちゃうよね。ボックス圧迫してるけど。はい。で、あとこんな感じだね。料理しないとなって思うんだけどね。料理余ってるね。はい。で、あとピンバッジも相変わらずいっぱい余ってるという状況。あとあれだよね。魔法ページもなんだかんだすげえ枠取るよね。魔法ページめちゃめちゃ枠取ってます。はい。この海賊イベント系も枠取ってるね。かなりね。はい。あとは、宝石。まあ、宝石はそうでもないけど。あと、おもちゃもね、合体させ、あ、これ合体できる。補修にできるぞ。これ動画で成功させろ。いけ成功しねえっていうね。動画パワーでもダメ。はい。で、装備は一応こんな感じかなと。で、次が、あれだね。霊魂石とか見てみようか。霊魂石が、今ね、霊魂石がね、あれくら、風邪まで埋まったか。霊魂石、風邪まで全てコンプリートしたような状況だね。で、超える子はまだいいかなって思ってる。まだすんなり、周回で、まあ、できない。でも、結局アロマの使い道がなくなってしまうから、やらざるを得ないと思うんだけど。で、代表話月も全く進んでなくて、メラメラもまだ全然だねっていうところだね。はい。まあ、その他の霊魂石について今、あれか。まあ、海賊は今、あんまりやってないですけど、生放送とかね、今週またやって、まあ、進めていこうかなとは思ってます。はい、それから特産物。特産物はまあ相変わらず左側のやつがね、埋まっていかないですね。左側以外であれば、まあそこそこ埋まってるかな。左側以外だったら、風邪がもう少しだね。風邪もう少しというところか。はい、小説くんもあと一番左だけだね。代表は月は一つだけ感動してる。これ、このやつがすげえ、輝くアミュレットがめちゃくちゃね、敵が狩りやすいから、代表は月で一番敵狩りやすいから、なんかコンプリートしちゃってるけどね。他のとこは全くやって手つけてない感じ。で、メラメラ砂漠もこんな感じだ。はい。まあ、キングダムダンジョンもこんな、まあ、キングダムダンジョンはね、毎週すべて一周ずつしかしないので、まあ、ここはコツコツやっていくような感じでしょう。はい。それからキャラクターの乗り物かな。乗り物については、今、クロズリーがカンストしたかな。クロズリーカンストして戦闘力21,596。で、あと、まあ、新しい次元神、アメヌカク。これも何気に攻撃力上がったりするからね。まあ、いい。無料にしては結構いいペットだよね。あとまあこんな感じか。戦闘力的には。はい。あとは、あと何見ます？称号？称号が、獲得個数129個で、戦闘力29,216だね。なんとなくテクニシャン装備してます。深い意味は全くないです。これ称号集め頑張ってる人もっと高いんだろうね、当然ね。はい。それから、あと、イマージェン。イマージェンがね、そう。前回の動画でイマージェンさ、ニャンが多分2凸か3凸くらいだったと思うんですよ。で、なんだろう、今回のイベントが終わるまでに、ニャン6凸とか7凸目指しますとかみたいなこと言ったと思うんだけど、6凸になったんですよ。なんか急にボロボロ落ち出して。なんか、進みました、ニャンが。急に。なんで戦闘力49,556でかなりね、うちのメンバーの中でもかなり高めな戦闘力になりました。とことこの3凸超えたね。今シーラックン4凸で54,584なんだけど、これは結構にゃん将来性出てきたなと思って、戦闘力的にこれは熱いぞと思って、今回海賊イベント結構頑張ろうかなって思ってます。まあもう半分も過ぎた頃だけどね。うん、ちょっとにゃんは希望が持って7凸ぐらい目指せるかもしんない。次の動画で、ね、何凸になってるかだね、ニャンがね。楽しみだね。はい。で、あとは、あと見るべきものは、まあ、コレクターか。コレクターが今獲得戦闘力が32,400。
ってところだね。これも皆さんによってだいぶ変わってくると思うんだけど、とりあえず装備コレクターが 32,400、 イマージェンが 15,900、 スキルが 1,052、 コスチューム 4,300。 このコスチュームとかエモーションに関しては宝箱とかね、あの集めてる方とか、あとマージルかちゃんとやってるかどうかでここの戦闘力変わってきそうだね。僕全然宝箱とかやらないんで、僕全然上がってませんが、うん。あとは心の星か。心の星が今、始まりの心が 55%、 戦いが 32% ですね。はい。あとは、幸運のふにゃ。今120レベル。戦闘力、これもなかなか高いね。14,929 上がるということで。これね、幸運のふにゃすでに貫突させてる人いたね。まあ、某有名な方がもうすでに貫突させてて、レベル1000でカンストなんだね、これ。まあ、レベル1000ってって思うけどね。レベル1000まで行くとクローバーの必要個数が 100個とか使ってたかな。すごいよね。うん。まあ、とんでもない膨大な戦闘力上がってましたけど、まあ、遠い話ですよ。はい。なので僕は120だね。それからテトロパズル。パズルに関してはレベル80になってカニパズルが解放されて、まあ、今日組んだばっかりで、まあ、全然パズル足りてなくてね、このグレード、パズルグレードに関しては全く上がってない1ですけど、まあ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 、一応戦闘力は上がったんで。で、あとは、まあ、直近で言うとクラケンか。クラケンのね、チャレンジとかまだ全然やってないんですよ。なかなかやってる暇なくて。うん、あれちゃんとね、自分の手動でやらないといけないじゃないですか。オートでやりたいのに。チャレンジはちゃんと手動でやらないといけないからね。ちょっとなかなか時間取れなくてやれてないんですが。はい。と、まあそんな感じで、今こんな感じです。あとさ、フニャカンパニーか。フニャカンパニーはね、前回の動画からだいぶ、ちゃんと真面目にやりました。真面目にやった。真面目にやったら、戦闘力5万まで上がったかな。5万800までいきました。まだ全然伸びしろあるとは思うんだけど、教材とか使ってあげればね、全然伸びるとは思うんだけど、まあ、基本的な、やり方とか解説に関しては、ふにゃのね、解説動画、やり方解説動画っていうところで、まあ、本当に、あそこで僕が解説した通りに、ただ組んだだけで、まあ、5万までいったんで、うん、まあ、ふにゃの組み方わからない、やり方わからないって、感じてる方はね、ぜひ僕のね、解説動画等も、参考にしてみてください。はい。で、最近まあ、ふにゃ結構もらえるね、イベントとかやってたりするから、そういったところで星音ふにゃとかね、当てると結構楽になるんじゃない。あと、教材もいっぱいもらえるからね、育成にはちょうどいいんじゃないかなというところで、ぜひ皆さん、ふにゃもやってみてください。まあ、そんなところか。そんなところかな。あと、いつも何か見てる項目あったっけ？で、あとあれか。ランキング系に関しては、今回、昨日乙女座に移動してきてしまったので、全部リセットされてるんですよ。完全に。なんで、まあ、ここで今回ランキング見てもあんまり意味ないので、やめます。はい。ということでですね、皆さん、最初に戻ってきますが、ファンタズミックは、メンバーは絶賛募集中ですので、ご興味ある方はぜひよろしくお願いします。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。